するな。それが何か。お前は私にとって奈落を通さねば、数年のうちに私自身も この風穴は年々大きくなり、私の子を産んでくれぬか。カゴメ様、私の身を案じてくださるのか。そりゃならば頼みがある。私の子を産んでくだされ。我が一族の使命を託す子が必要。その時は私と共に生き、私の子を産んでくれないか。はい。産んでくれるか。10人も20人も。あのさ、それじゃもう浮気しないよね。しないよね。一体どうしたというのですか。どうしたもこうしたもないでしょ。このままじゃサンゴちゃん結婚しちゃうかもしれないのよ。どう、少しは慌てた。言いたいことはそれだけですか。え、でしたら私はこれでなんとか穏便に事を運びたかったが。弥勒様、何か言ったの。女雑魚俺一人で。私がやる。身足は手を出すな。嫌いと待ちなさいサンゴ。って言ってもどうせ俺の人たちで終わりだけどね。この右手の風穴は奈落の呪いによってうがたれたもの。